うまい。はい、うまい。うまいんですよ。今日の番組は。今日のスポンサーステーションだ。お疲れ様。さあ、待っております。皆さん、今日もよろしくお願いします。デスノお兄さん、アイマイスクリーム講師のデスノお兄様でございます。そして、はい、ボイスドクターのリーです。はい、ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、先生、今日はですね、はい、ちょっと熱量が、いつもよりより、うん、まあ、いつもは高いんですけど、うん、より上がっちゃうかもしれなくて、なるほど。なぜかというと、うん、今日もちょっと、歌いつさんの、リアクション動画、させていただきたいと思ってるんですが、うん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 、ちょっとですね、僕が昔から好きな、はい。歌いつさん。なるほど。もうちょっと今日ちょっと取り上げさせていただきたいなと思ってまして。あー、お知りください。そうなんす、うん。お名前はですね、うん、ゲロさんという方です。あー、あはは。いや、動画前なしで。あ、そうなんす。あー、なるほど。僕そうなんでね、撮らせていただいたんですけど、うん、あーね、聞いてほしいですよ。なるほど。聞いてほしい。だから、僕の動画で一回知っちゃってるかもしれないですけど、うん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 、もう、まあもちろん、あれでも、うんうん、ゲロさんの、うんうん、すごいところってたくさん発揮されてるんですけど、もう、あれどころじゃないですから。確かに。もういっぱいあるから、うん、これを、生体の専門家でいらっしゃいます。はい、生体、ガチのボイスのドクター、ボイスドクターでございますから、はい、その生体の専門家から見て、うん、ゲロさんどう映るのかとか、そうですね。ボイスランドの私、本がどう解説するのかとか、はい、その辺、非常にマニアックかつ面白い動画になると思いますんで、ぜひ最後まで、ご覧いただきたいなと思ってるんですけれども、こんな感じで、このチャンネルは日々発生関係のお話とか、リアクションとか、うん、アップしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いしますと。ということで、じゃあちょっとやらせてください。はい、お願いします。します。さあ、はい、今日見ていく動画は、うん、こちらギラギラのカバーです。あ、ギラギラといえば、あ、ね、そうです、うん、で、ゲロさんはアドさんをめちゃくちゃリスペクトしてるんですよ。なるほど。あの人すごいわって。でも、そのゲロさんが今度アドさんをカバーするとそうなんです。そこのカバーが見れるということで、おー、ゲロさんは、うん、結構昔から活動されてるんですよ。もう歌い手という、はい、ジャンルが、もうの創世期からいるんで。始祖ですね。始祖。始祖なんだ。なるほど。ああ、はい、僕もその、もう10年とか、そういうレベルの前のところからゲロさんをリスペクトして。だから結構影響を受けてて、うんうん、そのあたりだとか、なるほど。まあやっぱゲロさんの持ち味って言ったら、うん、やっぱり昔からそうなんですけど、この曲は出てこないけど、シャウトとか。ああ、そうなんですね。そう。まあそれもあるんですよ。あ、そうなの。いや、ありますよ。めっちゃありますよ。めっちゃシャウトとか真似してたし、それもあるし、あとハイトーン。なるほど。声のポジションとかも、うん、やっぱり今までやらせていただいたような、うんうん、メイちゃんさんとか、アレキさんとかも、うん、と、またちょっと一味違ったポジション感なんですよ。で、僕はやっぱそのポジションにやっぱ影響を受けてたりとかして、なるほど。これはもうすでに熱量高いでしょ。ちょっとオタクのスイッチが入りかけてるんですけども、そう、ね、そう、ちょっとこれはじゃあ曲中で、そうね、より披露していきたいと思いますんで、うんうん、教えてください。じゃあちょっと早速いきましょうか。うん、はい。ゲロさんはすごくやっぱアップテンポの曲とか、うん、すげえ激しいナンバーとか多いんですよ、うんうん、どっちかというとこういう感じなんですよ、はい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 、でもこういうのもいけるっていう、うん、それの証明でもある。なるほどそうなんです。うん、かっこいい。かなるほどね。音符を最後までしっかりいく。あ、しっかり塗ってくれる。ぐーって。なんかこうね、シルキーなんですよ。うん。なんかツルツル、なんか目、なんか、わかるわ。シルク。伸びてるよね。伸びてるんですよ。伸びやかなんですよ。スーってね。すっごい綺麗。うん、すっ伸びやかで、ね、結構ポジションが高いんですよ。あ、そうだね。そうなんですよ。うんうん、これやっぱね、影響受けちゃってるんですよ。なるほど、なるほど。でも、この感じかっこいいもん。かっこいいんすよ。これをかっこいいと思っちゃって、うん、昔から。うん。いや、かっこいい。かっこいいですね。憧れちゃってんすよ、ね。なるほど、なるほど。そういうことか。そう。まず、最初、うん。最初の。そこで、すでに。そこで一回油断されられてる。そう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 。すでにこのエッジからのファル抜きに。ね。ニュースたっぷり。これとかもね、やっぱ、ギロさん得意なんですよ。うん、エッジボイスって、うん、前もこれ他の動画でお話したかもしれないですけど、うんうん、ポジション高い人ってエッジ得意なんですよね。うんうんうん、そうそうそう。なるほどなるほど。それもあって結構バリバリなってるんですよ。シャウトもするし、得意なんですよ。うん、あ、でもこれ。素晴らしき世界。そうね。こういうポジション。これ今、一回そう、エッジ抜いて、そう入って、入って、これだから。入って、そう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 。トスをしてサーブを打ってる。パンパンパンで。そう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 。す
ごいね。そこ着目やな。本当にそうですね。おっしゃる通りです。うん、それね、本当そうなんだよな。来る。ああ。まあ。これ運動神経いいやつ。運動神経いいんすよ。これね。さすがっす。ゲロさん、なんかダンスとかなぜかめっちゃできるんですよ。なるほど、ね。いや、すごいもん、これ、ね。コミカルなんですよ、うんうんうん。とにかく。このニュアンスがリズムに乗ってる人が、そうなんですよ、これうまい。ね、そう。これ別にわざとやってないかもしれない。そうそうそう。アトさんとかもそうだと思う。あ、そうそうね。そういうナチュラルにできるリズム感ってあるじゃないですか。そうなんですよ。すごいですね。この感じるんですよ。一発目ね。いや、マジそう。うん、すごい。チューパンって感じ。好き。ああ。あ、ここも好きなんですよ。この、うん、ゲロさんの水の音、うん、ちょっと独特なんですよ。あ、もう一回聞かせて。ここ。また、ね、この音が、うん、ゲロさん結構入るんですよ。なるほど。多分やっぱりポジション高いから、うんうん、こう来て、なるほどね。入る音なんですよね。そうなんですよ。起きない音なんですよ。ガポッと吸うか。そう、ヒャッと吸うかなんで。うん、で、ヒャッと吸うから、このヒャッっていう音が出るんですよね。うん、このヒャッっていう音好きなんですよ。なぁ勉強になるから。なる。いや、これもだから音符として扱ってますよね。まさにそうですよ。本当にそう。うん、素晴らしきの場が V ですよ、V。B じゃなかった。どーこう、やっぱ、このニュアンスなんですよ。うんうんうん。なんかでも90年代のポップス感もあるでしょ、はい、そうなんですよ。なるほど。その昔のエッセンスとかも持ってんすよ。持ってくれてるんですよ。セックスマシンガンズとかめっちゃ影響受けてたりする。本当に。ええー、そうなんです。だからシャウトとかも。なるほど。バッチバチやるし、みたいな。さすがシストです。そう。ああ。高い位置の。今のブレスも良くないっすか。リズム取ってましたよね、うん、ショーあーいいね。二重でやってんすよ、うんうん、二重でやってて、うんうん、吸うじゃないですか。その後の声に入る前にも一瞬挟んで、うん、もうワンテンポいってる、うん、いいですか。あー、うん、なるほどね。はーみたいな、うんうん、あちょっと抜きましたね、うん、ああおお、うん、ここはアドさんなんですよ、ね、リスペクトというか、はい、いやできるんですよ、ね、できるんですよ。それこれがそうですよ。ここで言いたかったの。それでゲロさんポジションすごい高いんですよ。いかにもやらなさそうな声なのに、そうちょっとだから意外だったんですよ。そうなんです。これもできるし、うん、めっちゃ低い声も出るんですよ、ゲロさん。なるほどなるほど。めっ D とか出るんですよ。低いね。低い D とか出るんですよ。すごいんですよ。すごいね。あうめえここのグラデーションいいな。くらいのグラデーション、うん、こうなってった感じだな、ね、あーってこうくわー一回こう裏返しときながらうわーあーってね、いいね、優しいっていうか包容力がありますね。そうヒロさん大人なんで。なるほどね大人なんでヒロさんは、うん、本当にあえてビブラートしなかった。おぉ来る気持ちいい。このハイトーンです。これうまいはい、うまいうまいんすよ。うまい本当にうまい、うん、イメージとして、うん、喉って上げちゃいけないじゃないですか、うんうんうん、イメージとしては、うんうんうん、で、実際上げない方がいいことが多いじゃないですか、うんうん、で、ゲロさんどっちかっていうと喉が高いじゃないですか、うんうん、どっちかっていうと上がってるタイプなんです、うんうん、ただ変わんないですよ。その上がってるのがそれ以上上がんないから、ね、ずっとそのポジションのままいけるんですよね。結局それがゲロさんにとってのニュートラルっていうか、だからそうかもしれない。そのままいってて、すげえニュートラル感あります。そう、うん、なんか無理してない。無理してないの、これがニュートラルで、一生このまま高い声出すんですよ。でね、声帯は
ピタッときてますよ、ね、ピタッときてるんですよ、はい、閉まんないんですよ、それでいいんですよ、ね、そう、喉がずっと閉まんないんですよ、ギャルさん、いいね、ずっとさっきの序盤におっしゃってもらったこう伸びる感じ、すんごい伸びやかなんですよ、苦しさがないんですよ、すごいの、はーい、おいえそこできるんだよ、そうできる、なぜならシャウトがうまいから、なるほどね、ガチガチに歪みかけるんで、そしてこれ綺麗なミックスができないと今の歪みはできないんで、今のほんと中間の一番ちょうどいいガナリ、今ね、なんか実力の証明書が出ました、いや本当そうっすね、血統書が、血統書がね、これはいいです、バチッといったからやばくないですか、貫いた感っていうか、ど真ん中感っていうか、そう、なんかしかも、うん、このサビめっちゃ高いじゃないですか、うんうん、D とかですよ、うんうん、むしろこの B、C、D とかの、まあ、いわゆる結構ヘッド息ぐらいになってくるところで、うんうん、むしろ水を得てるっていうか、そうそう、なんか上に安定してる、そうなんですよ、さすが先生分かってる、うん、そう、上が生きてる、うん、わざと下は泳がせたぐらいの、かなんかそんなようにもうおうね、そう、ここのためっていうかね、ためにね、そのぐらいなんかここですっごい、もうそれこそギラギラしてる、ギラギラしてる、輝いてる、うん、こっからなんか、なんか無制限モードみたいな、うんうんうん、なんかその使い放題、そうそうそうなんですよ、そう乗るんですよね、ね、一個上乗るんですよ、もう多分突きこう突き抜けるんじゃないですかね、うんうんうん、1個上の段に、そうかもしれない、下はそこ使いたいけど、うんうん、使い切っちゃうとバランス崩れるから、うんうん、うまいことこうバランス取りながらみたいな、ただこのサビぐらいになった時に、うん、パンって抜ける感じ、これいつもこの発声なんですか、いつもこの発声です、ライブもずっとこれです、ああそれは安定するね、すんごいっすよ、めちゃくちゃうまいっすよ、すっごいうまいです本当にうまいです、うん、この辺とか、これの次、次のこの、あこれね、ここなんです、ここが水得てる、うん、って思う、ここがポジション好きなんでしょうね、ここね、そう好き、これ嫌いじゃないとっていうか、いや苦手意識があったら絶対できない、絶対できない、うん、しかも多分絵が好きなんだと思うんですよ、あ絵がね、絵のそう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 、絶対僕ゲロさん、ね、絵のこの辺の音程でちょっと短めのこのビブラートダダダダが好きだと思うんですよ、なるほどね、多分これ一番気持ちいいですよ、これ多分入れ目玉もできるんでしょ、できるんですよ、この感じからできるんですよ、その入り口ボイス立ってんすよ、そうそう入り口ボイス入り口ボイス、うん、いやここが多分好きなんですよ、いやー好きだと思うな、てーここてーてー、そう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 、ここ上に行けば行くほど安定してくる、そう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 、得てくる、得てくる、得てくるんですよ、うんうんうん、そうそうそう、なんかこうサビが本当に気にしてる、うん、このロブライそうそうそう、ここね、わかります、ね、この3個目の、そう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 、さすが先生、ここなんですよ、たまーかなーから来る、そうから来るんですよ、この上がね、これができるからね、そう、でもこれできる人って結構声帯軽めに合わせる傾向もあるでしょ、そうです、だから僕もそうっす、うんでパチッと合ってるとこも合うよね、合うんすよ、それがすごい、ポジション以外のところではすごい、うん、本当にすごい、これ多分相当、まあ、努力もされてるんじゃないでしょうか、これね、全然喉閉まんないもん、うん、こんなに繊細にならないもんな、気持ちいい、あおーやばー、なんかもうピッチ修正したみたいです、絶対してないと思うんですけど、ね、あもちろんその整えてはいると思うんですけど、うんうんうん、全然生でこれなんですよ、ね、すごい、バ、うん、ーンっていってるね、うん、バランスが取れてるもん、取れてる、そうバランスがすごい取れてる、うんうんうん、高い位置だけどバランスがすごい取れてる、それが大事なんです、大事、高くていいんですよ、うんうん、そこが気持ちいいんだったら、そうそれでいいんですよ、めっちゃすごいわ、気持ちいい、気持ちいい、今のところでちょっと思ったんですけど、うんうん、これも昔から思ってることなんですけど、はいはいはい、ポジションが高いじゃないですか、うん、だからちょっと女性感あるんですよ、いや、これもちょっとそれ、なんかその、高いところで、うん、さらにニュアンスが遊べるって、そう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 、ね、ちょっと女性
性感も女性感があるんですよ。このギラのとこはちょっとあるかもしれない、ね、そう、これはもうセクシーです。セクシー、これもやっぱゲロさんの持ち味なんですよね、うん、ギラギラここでね、うん、この感じ、そういいな、こういう感じね、うん、うん、あるんですよ、いいね、いい、楽しい、うん、あ、今のとこ好きなんだよな、ここ好きで、うん、いいっすか、試験様もこの、うん、このここもちょっと女性感感じるんですけど、うん、これなんだろうな、やっぱポジションをもっと上げてるんですよね、ここ、うん、あーなるほど、上げてもにいってるんだ、無に、無に近い、不思議感があるんです、ね、そう、なんかこの母音がそう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 、自分のものになってる、そう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 、これ何なんね、どういう無理近いと思うよね、おしゃれさまんまって感じ、ちょっとこう丸くしてる感じ、いいね、ゾンゼロゾンゼロうちにね、いいね、そう好きなんだよな、気持ち、あーここいい、やめちゃ、ゾンゼルうちにこの揺れゾンゼルうちにこの最後高めけだる、そう高めけだる、いや本当にそうなんですよ、本当にそうで、大体低めけだるじゃん、好きなんですよ ね、高めけだる、めちゃめちゃ好きなんですよこれ、すごいすごいすごい、これ本当に好き、うん、なかなか聞かないもん、そうこのテクニック、いいじゃないっす、気持ち、おお、春太い、おうわー太い、ここは太いね、え、おお、これさ、うーん、このファルはやっぱり、うん、Ado さんをカバーする人はみんなやっぱり、いやそうですよ、やるべきというか、うん、これやっぱり練習にもなるし、なるなる、でもやっぱできてるよね、みんなね、できてるできてる、そこだよね、いやそうですよ、素通りできないよ、いやここ、ね、これはもうなんかボイトレの賜物というか、ボイトレできてないと出るラブじゃないから、本当に基礎力、そうもうしっかりやるっていうことですね、本当に喉開いてんだよな、ゲロさん本当にいいな、今のガって結構なんか、うん、ポジション普通っていうか、うん、ゲロさんポジじゃないかもしれない、うん、なんか一般的なニュートラルに近いかもしれない、ガーッ、ね、これ多分一般ニュートラルかもしれない、だからこれもできるんですよ、できるけど自分の中ではニュートラルはこっちだってのがあるんですよ、うん、あそうそうそう、でもこれで、これで今のガのままいくと、今のガのままだと多分ライブとかが厳しいんだと思うんですよね、うん、ちょっと重いのかもしれない、ギョーザに重いのかもしれない、多分重い、多分、ね、思ったよりこれだと 2,3 割重くて、うんうん、ちょっとこう喉来たりとかするんだと思うんですけど、ご自分もこれよくおっしゃってるんですけど、うん、喉強くないって言ってるんですね、ギョーザさんよくご自身で、うん、だからやっぱこう一番ライトな負担のないところでやるとすると、まあ、もうちょっとこっち、なるほどなるほど、ガーこっちなんでしょうね、うん、多分そういう使い分けなんですね、そうですね、これができるってことですね、そう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 だと思ってですね、これを経てね、うん、で戻った、うん、戻った、あーあーしちゃった、そんなことしちゃった、かわいい、ね、めっちゃいいっすね、いいね、歌詞になぞらえてますね、いいね、火吹きましたね、火吹いた、ああ、ね、メラメラでしたよ、今メラメラきたー、いいなーこれ、ガッツンときたね、ガッツンきたこれ、いいっすよこれ、きますよ、あーいきなりきた、メラメラっていきなりきた、なんかね、うんで食べてなかった、テキーラ飲んだみたい、確かにカッてね、カーッてすごい、だからこれあえて音符一発目で当ててますよこれ、そのあの、あ、やるんだったら、うんうんうん、メラメラなんですよ、そうそうそうだよね、なんだけど、ね、メラメラで来てる、グワッていってるよ、ね、そうパッて叩いてる、ズワッてね、そう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 、ここに関してはいや、あえてこの隙を見せずになんかペッて、これだからあれでしょ、うん、多分すっごい行動テクだと思うんですけど、はいはい、多分ギロさん的には、うん、水はしっかりっていうタイプ、うん、あそうだけどここ隠したんですよ、そうそう隠した隠した隠して、しっかり吸って
してるの隠して、さあ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 、もうノーモーション、これかっこいいわ、かっこいい、ノーモーションでめちゃくちゃ強いパンチ打ってる、これ声出るわ、これはやばい、そうそう出る出る、これは出る、出さざるを得ない、これはすげえすごい、うん、めっちゃすごいノーモーションメラメラ、うん、ねすげえかっこいい、何も聞こえないですから、ほら吹いた吹いた、あー気持ちいい、来る、あー気持ちいいな、見てろ見てろって、そこそこ、ね、ここ気持ちいい、これしかも、うん、最初の、うん、この、うん、そこの、そうだもんね、そう来そう、そうそう来そう、わかりますよね、あそこー見てろー、ね、来る来るね、これ来る、いやー気持ちいい、この来る感、来る感、一番より最初から入ってるんですよ、そう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 、ね、ちゃんと来てくれる、そう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 、優しいもん、そう、ね、皆さん優しいから、ここピタッと来てんだな、ここ女性的だな、今のところ全体的に女性的でしたね、うん、あどうすか、のとか、うん、高めで綺麗に合わせるとそうこうなるんだと思う、なるほど、大体高めで男性が合わせてくると、うん、のど締めが入る、そうなんですよ、それやっちゃうとこの女性感は入らない、そうね、そうですね、うん、本当にそう、のどはスコンって抜けてて、抜けてて、もしかここまで来てるから、そうで、すげえ、軽みに合わせてる、そうっす、それ相当難しい、相当難しい、こんなできないっすよマジでこれ難しい、そう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 、本当にそうなんですよ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、ガッ、ここいい、いやここいい、おー気持ちいい、わー綺麗、ねえ、ピアノさんのフェイク気持ちいいんだよな、うん、やっぱそのフェイクって一番伸び伸びできるじゃないですか、うんうん、気持ちよかったですね今、うん、呼吸のスピードが一定でしたね、そうずっとファルセットの時と、うんうん、あのまあ、G というかミックスとかの時もそう、ね、ずっと一定でこう気持ちよくいってくれたから、特にここはね、そうことここにここは、うん、気をつけたんでしょうね、うんうん、同じ一定で歌おうっていうの、まあ、曲の世界観に合ってると思います、そうですね、そうですね、うん、あーへっ、はい、おう、おう、気持ちいい、あのファル好きなんだよな、うん、なんかケロさんの、うんうん、たまにやるんですけど、うん、跳ねるようなファルセット、うんうん、あるんですよ、次、おー、跳ねるべーみたいなニュアンス、なるほどなるほど、これまでやるんですよね、これアドさんもたまにやるやつですよ、ね、あ、やるかもしれない、あれスピックとか、そうなんですよね、余裕のあるファルというかね、そう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 、なぞってないやつ、うん、そう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 、音符の上をピザッと、そう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 、なんかだからアドさんのこの感じのリスペクトできる男性って少ないと思うんですよね、うんうんうん、アドさんのこういう感じの、うんうん、こういう感じのリスペクトができる男性って、まあ結構イラッとしちゃうとは思うんですけど、こっちの、そう、こっちの、うんうんうん、しかも男性ですか、男性でできる人って結構少ないと思う、少ないかもしれない、そうそう、だからキヨさんそこすごいな、なるほど、腰の高いが上になせる技だし、でもこれだけじゃなくてさっきのこっちもできるっていうので、うん、ちょっとこうオペラ風の裏側、そうそうそう、もうできるっていうので、やっぱ結局全部持ってんすよ、キヨさんは全て持ってんすよ、なるほど、見えたね、見えてんす、これ今ファンの人もうなずいてんでしょ、そうじゃないか、そうなんですよ、すごいわ、このゲロさんの四隅、ゲロさんの四隅があるんだよ、全部それを僕は言いたいんですよ、なるほど、全部あるよって、そうね、この高い塔じゃないんだよ、うんうんうん、全部あるからすごいんだよ、そっかそっか、上で安定してるんです、そうなんです、何の張力これみたいな、支えが効いてんでしょうけどね、効いてんでしょうけど、上側でね、でも感じないんですよ、うん、そうね、どうやってこれ支えてんのってずっと一生10年思ってる、不思議、すっごい今、うん、沼にはまりそうです、そう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 そこ知らなさを、そう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 、ひょうひょうとしてるような音色じゃないですか、うん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 、ただそんなことなくて、めちゃくちゃ根深いんですよね、その深い、がね、やばいんですよ、階層がすごいです、すごいんですよ、いや積み重ねてきてるんですよ、これだからファンの人でもこの曲がこう、はい、
どうだろうって。ああ、確かに確かに。教えてほしいです。確かに、この曲どうなんですかとか、あとまあ他の歌い手さんに関してもぜひ皆さんの、ぜひあの知恵を貸してほしいなと思いますのでね。ぜひコメントにいつも見てます、はい。ありがとうございます。よろしくお願いしますと。という感じでですね、はい、今回の動画が良かったなという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。